ボンボヤシュともかくです。今回ですけども、このギミックはめちゃんこやりたかったんだけど、今まで動画にしてませんでした。だけど今回、これを使わざるを得ないよね。では行ってみようか。今回紹介するアマージョが草タイプのものになっております。今回ね、テラスタイプノーマルで起用してるんだけど、これがめちゃんこ刺さるかなと思ってます。これ理由があるんだけど、まあ、今回もちろんしたいのが、こらえるからのジタバタかな。このこらえるっていう技が、相手の技を一回受けてね、1だけ残せるんですよ。つまり、ジタバタってさ、残りの体力分で攻撃力変わるじゃないですか。つまり、一旦こらえるをして、ジタバタを入れることによって、まあ、威力が200の技を、まあ、普通に打てていくと。まあ、ここまでは結構、なんか、普通なのかなとか、なんか先制技でお前をやられるだけだろ、そんなもんとか思うかもしんないですけど、このアマージョって、女王の威厳ってのがあって、まあ、威圧感を与えてね、まあ、女の子の威圧感って怖いよね。わかるわかる。ってことで、先制技をね、出せないようにするんですよ。つまり、最初のコライロを一旦ダメージを受けた後、HP1 にした後は、まあ、普通に素で S を抜かれてない限りは、まあ、ジタバタが、まあ、高火力で入っていくかなと思っております。なんで、ちょっとまだ持ち物持たせてないんだけど、これ、カシブの実ってのを持たせる。間違えました。カブラの実っていうのを持たせる。これはね、HP が4分の1になったら、素早さが1段階、つまり 1.5 倍に跳ね上がります。つまり、ギミックとしては、コライロを入れて、まあ、体力の最後まで減らした後に、カムラの実が発動して、S が 1.5 倍になりながらジタバタを上から打てていくって感じだよね。そもそもの素早さ取得値がちょっと微妙いんだよね。でも、言うてもちょっと微妙いんだけど、今回意地っ張りのエース採用ね、エース採用にしてるんだけど、ちょっとね、素早さが懸念残れるところなんで、今回草分けを採用してます。この草分けがまあ、タイプ1で打てる草の技になるんだけど、これが S が1段階ずつ攻撃打つたびに上がっていくんで、まあ、これを駆使しながらね、まあ、はばかみとか鉄の罪とかそこら辺の高速アタッカーに対してかなり上を取っていける技になってくるかと思ってます。で、身代わりを入れることによって、まあ、自力で HP1 にもできるしっていう状況を作りたいかなと思ってる。つまり、まあ、一番やりたいのは、ジタバタの威力がテラスタルで、まあ、増えるか増えないかちょっとよくわかんないんですけど、とりあえずノーマルテラスにして、まあ、1.5 倍になるんであれば、威力300の技を、まあ、上からどんどん打てていけるかなと思ってます。で、ゴーストタイプには無効なんで、ゴーストタイプに対しては対応できるポケモンを何匹か入れとくと、かなり重要になってくるのかなと思ってるんで、まあ、そこに関してまあ、OK ラインでしょ。で、身代わり枠が今回自由枠なんだけど、ここ挑発とかでも全然いいのかなとか、は思ってます。まあ、そこら辺はちょっとね、ほんと自分の器量、自分で考えてみてください。とりあえずね、使ってみないとわかんないと思うんで、では行ってみようか。ボンボヤシュ、ガガガついにメンバーシップ開設。チャンネル横のメンバーになるというボタンを押すことによって、チャンネル限定放送や、チャンネルメンバー限定動画をご視聴いただけます。一緒に依頼をつかめる人、ぜひとも入ってほしいんで、皆さん登録お願いします。さあさあ、アツちゃん対戦よろしく。ちょっと申し訳ないですけど、センスカード取るの忘れてたんで、ちょっと一旦相手見せますね。はい、すいません。で、これクエストバトル対面になってしまったっていう感じですかね。まあこんな感じでした、相手は。物流系が2体いて、ゴーストタイプ2体いるんで、まあ成功させるしかないんですけど、ここに関しては。まあ、ここルミナコから撃ってくると思うんで、普通に一旦守るで、対面を作っていくってよりも、相手が守るするタイミングで身代わりを入れていくって方が、まあアドバンテージは取りやすいんじゃないですか。ここ身代わり入れて、あ、うまいなー。これで相手じゃルミナコじゃ俺のこと落とせなくなったんで、かなり対面は取りやすくなったんじゃないでしょうかね。素早さ1段階アップ。さらに、ここ加速で上がってくんですけど、打点としてはもうほぼなし。間違いなくなしなんで、これルミナコいきます。いや、身代わりをね、1個搭載するかしないかで、結構変わるんだよね、ここは。で、これで特防2段階ダウン。いいぞ。なかなかいいぞ。どこに何回ダウンからのルミナコなんだ。ここ落ちないんだよな。これ落ちないんすよ、実を言うと。これいいでしょ。しかも上取ってるって状況ね。問題ない。で、加速で上がってくんだけど、このクエストパトラも結構いいと思うよ。もう瞑想済みのクエストパトラもいい、もちろんいいと思うけど、これも結構いい。で、ここはルミナコ連発ですね。で、相手も変えるしかないでしょ。さあ、守る入ってくるんですけど、別に、守るされたとしても、こっちも守られてるんで、守るしてるのと一緒なんだよね。お互い防御してたら何もしてないと一緒じゃん。格闘技と一緒ね。さあ、ここ攻撃守って加速でどっちも上がるんで、問題ナッシングトゥーマッチアドバンテージ BB キャンセルオーバーということで、合計スパトラはまあ間違いなく落とせるかなと思います。さあ、ここ守る2連発はできないし、バトンタッチしないといけないんじゃないかな、相手は。さあ、ルミナコリージン。さあ、ここで特防4段階ダウンなんで、間違いなく次で落ちる。で、相手のルミナコで、ここで身代わりが落ちる感じかな。シャドウ持っとんか。
シャドウもっとのに打たんかったんか。なるほどね。はい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 。で、もうここは、相手目線、てか相手目線も何もできないんですよね。うん。もはや何もできないと思ってます、ここは。で、ここワンチャン守るしてきてくれたら嬉しいっちゃ嬉しいんだけど、守るしてこない場合もあるんで、もう打ってもいいかな。ここはちょっと駆け引きですね。してこなかったんで、ここ落として、もうバトンタッチができなくなった。だから、クエパ対面の俺強いんだよね。うん。結局さ、鶏肉食べてるの誰って話でしょ。毎日鶏肉を食べて、鶏人間になってるの誰って話なんだよ、ここに関しては。で、相手は間違いなくバトンタッチで渡したかったポケモンが1体はいると仮定するんで、ここに関しては S が低いポケモンが1体は確定でいます。うん。もしかしてこれアーマーがクエスパトラをしたかったのかなっていう感じもするよね。うん。で、ここセグレーブ来るんだけど、このセグレーブは間違いなく直撃なんで、ここはまあ、落とされてもしゃあないかな。うん。言ってしまうと。うん。リュウマイ積まれるよりはちょっとマシなんで、こうルミナゴ打ちます。間違いなく直撃でしょ。こんなもん、こんなやつ直帰しかねえんだよ。さあルミナコで直帰分を解除してて、直帰もう直帰直帰、これルマイない、もう最近ルマイないから、いけるさあ1、イカサマじゃねえってことは3で終わる可能性あるよね。さあ、ここでアマージョ出してしまうと、まあ、負け筋を引いてしまうので、ここははばかみなんすよね。ここははばかみ安定なんだけど、そうだね。まあ、特盆2段階下がってるから、言うても結構入るとは思ってます。ここに関して。で、寺の切り方によるんだよね、あとは。で、ムーンフォー割と通り悪くないっちゃ悪くないんで、ここムーンフォーぶっぱしようか。で、アーマーガーが来たら、まあ、瞑想積む流れは作れるかなとも思ってます。はい。で、ここ寺切るしかないってことは、裏に対して打点がきつかったんじゃないかなと思うんで、このヨザルかな？ないか。地面テラセグレイブ、特防2段階落ち。さあ、これはどうなる？さあ、ムーンフォー一応当番に入ります、これ。流れいい！皆さんご一緒に、ボンボヤシ。さあ、ここでセグレイブを落としてしまえば、あとはこのヨザルとかそこら辺ちゃうかーっていう話でしょ？ガーか。ガーか。ガーはもう、どうにかなるよ。言ってしまっても。ここは。ボディプレイは、もう、鉄壁は多分積まないと思うんですよね。圧倒的に。こう、身代わりから入っていいんじゃない？別に。挑発され、いや、ナイスだね。ちょっと、出させろよ。なんで出させてくれねえんだ、おめえ。さあさあ、こじちゃんさん対戦よろしくお願いしますというところで、結構通りいいと思うよ。通りはめちゃんこいいと思うよ。ということで、まあ、画角何をしていくか、何ができるかっていう話だよね。ここに関しては。まあ、海流から出しちゃおうかな。で、キノガッサからもし来たら、アマージョ出して、まあ、草分け入れて、ジタバタ倒していくっていうのがいいかな。サーフは絶対に来るとは思うんすよね。そういう世界で生きてきたからな、俺も。マジで、分かってほしいみんなには。帰るから行きます。さあさあ、こじいちゃんさん対戦よろしく。まあ、こいつね、砂浜にいるんで、もう負けてます。ここ、どうから来るか。ドクドクやね。ドクドクって来るね、これね。ドクドク。まあ、一応、ラム飲みも出してるんで、一旦自信入れようか。さあ、どう引っ込める？ここで物理受け来るっすね。ミミズズは、こいつは確かね、魔王タイプなんですよね。これ入んないっすよね。さあ、でも大門じゃあるんで、別に問題なさそうっすよね。こいつちょっと鬱陶しいんだよな。なんかね、変なことしてくる感じはありますね。でもここ大門じ多分読めてないと思うんで、落ちるでしょ。気合で。ああ
よ。さあ、ステルスロック。なんで落ちねえの、こういう時。クソだよな。舐め腐れやがってな。さあ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 、ここなんだけど、間違いなくもう、落とすでしょ。もういらんやろ。ねえ、いらんよね。新速で落とすわ。俺もう両刀型カエリを愛しに愛してるから。ここはもう新速で。ギリギリになると思うけどね。あ、今さすが落ちるわ。さあ、カエリ新速で早速耳ずつ落とす。ちょっと甘いの使わせてくれよ、マジで。甘いの使わせてくれのやつも大嫌いだぜ、俺。で、サーブいなかったらどうとでもなりそうですけどね。うん。あとはどうとでもいけそう。で、ここなんだけど、まあ、もう、銅は多分ね、出し切らんと思うんだよね。サーブいたわ。で、テラ切るんだったら間違いなくここかなっていう印象はあるので、まあ、ここじゃないともうどうしようもないよね。飛行テラかっていう感じでしょって言ってしまっても。でもこれ、まあ、でも自信打つけどね。切られた。ラッキーロッキーロッキーロッキーラララロッキーラララロッキー。さあ、ここ地震でぶっぱ、間違いなくかなりダメージ入る。ナイス。で、ここまで来てしまうと、もうガクガクの、トリコということで、まあ、飛行テラ切る以外の道はないね。で、こいつちょっと早いから、スカーフじゃねえかな。テラ切ってもいいっすね、ここ。スカーフだよね、これ。さすがに。早いよね。一旦見るわ。90か。90ってなんか微妙いな。普通もなんか90ぐらい、91ぐらいあった気がするな。切ってもいいっすね。切ってもいいし、切らんでもいいね。マジで。どっちでもいいわ。切るか。切って文字打つか。切って文字打つわ。行こうか。合点承知。才能解放。ノーマルとノーマルが混じり合うとき、すべてのダムの水は俺の喉から気管支に入っていた。十二地上が爆発するとき、太陽系は崩壊する。行こう、ノーマルテラステル。オーバードス。だよね、だよね。もう見えてんだよな。すまんけど。俺には勝てんよ。海流で三立てじゃ。なんだこの動画。いつ出てくんだ、アマージョは。おい、貴様らこれ。アマージョ出させるようなプレイヤーがおらんってことなんか、ここには。しょうもない。それじゃ勝てねえぞ、俺には。自陳。ダメだね、今の。これ今800体ぐらいでやってるんですけど、全然ダメ。俺、ポケモンマスターだ。おい、そろそろ使わせてくれよ、てめえら、ぐえということで、やっていきたいなと思ってますけど、まあ、ゴーストは、まあ、この世と、はばかみ、まあ、どっちかは 100% 来るでしょう。まあ、来らざるを得ないでしょうって感じだよね。で、まあ、セグレイブは、ちょっとあれなのかなっていう。ちょっと鬱陶しいのかな。まあ、それぐらい言ってしまうと。まあ、それぐらいしかできんよね。相手からするとね。で、ここはね、ミミック出しちゃったら、ちょっと厳しいと思われるので、そうだね。まあ、はばかみから出して、突撃直帰セグレイブにちょっと食らわせていく。そういう動きでもいいかなとも思ってますね。まあ、一カネズミでもいいけどね。一カネズミから高火力海流に変えて、新速ぶっぱしまくるってのも、悪くない選択肢であるよね。どっちでもいいな。海流から行こうかな。4倍弱点やな。これセグレイブきついな、この場で。この場ですっごくセグレイブがきついことに気づいちゃったな。あんま気づきたくなかったんだけど、気づいてしまったな。さあさあ、おむすびコロリンチョ、よろしく。さあ、もうね、3戦目になってるんで、まあ、画角に、出させてくれる、そういうプレイヤー来てほしいけどね。そろそろ、ねえ。あー、古代活性か。でまあね、これね、最近滅びの歌を覚えてるんですけどね、別にダワドンたち、あんまするつもりないんで別にいいんすけど、最近は滅びの歌の、はばかみ、多い。すごく多い。これこれこれ、だいたいこれよ、みんな。つまらん世界になったの、本当に。守る貫通って、お前守るの意義を考えろ、もう少し。ということで、ここルミナコ打ちますけど、まあ、ルミナコ打つしかないよね。ちょ、テラス切ってくんね。アマージョの通り良くしてから、ちょ、テラス切ってくんねえか。さあ、ここシャドーボール。
これはね、結構削れるんですよね、実を言うと。うん。で、ここ、ルミナコ打つ。で、太陽策なんだけど、うん。もはや対応を考えています、ガクガク。クエスパタラもう落ちるようなもんだから、もうこれルミナコ打つわ。別にいらんやろ。さあさあ、これでと、結構、ああ、もう、それ草分け圏内。うん。草分け圏内来とんのこれ。で、ここって、相手変えるんすよ。わかります?絶対に変えるんすよ。ここアマージョっすね。ここでついに、皆さんお待ちかね、アマージョ。で、ここも草分けない。もう絶対に変えてくるから。マジカルフレームとか持ってたらもうブチギレだけど、変えるんすよね、ここは。さすがに。だよね、変えるよね。変え先に草分け入れて S1 段階アップね。へいらっしゃい、これ抜群で入るぞ。一応抜群で入るぞ、これ。いい流れ、これいい流れ。さあ、素早さ上がってコツコツメットじゃない。ここあくびなんよね、みんな。わかるよね。100% ここあくびなんで、ここ身代わり入れます。さあ、アマージョ身代わり。これであくび、地割れあたりを防げるかなと思ってる。あ、うまいね、今日のお姉ちゃん、うますぎる。さあ、ここはさらに草分けじゃ。草分けであげるぞ。S あげんぞ。さあ、ここ眠るの可能性もワンチャンあるんだけど、もはや、ハワカミは俺の下になっちゃったね。うん。お盆か。お盆持ちへいらっしゃなんてしょうもない、ただのクジラ。うん。ここはぶっ殺してやるよ。雪なだれ。そうか、雪なだれか。うん。いいよ、別に。別に構わん。うん。正直言ってしまうと。これ自ら俺は HP を減らしていく。うん。そういう動きができるわけ。結局ね、こうやって。さあ、身代わり入れていく。で、まあ相手、雪なだれしか打てないポンコツになったんで、問題ねえよ。全然いい。もうジタバタ圏内。正直言ってしまうと。うん。ジタバタ圏内を貫いてしまっています。あなたね。わかるかな?さあ、ノーマルテラスの準備はすでにできている。ここまあさらに身代わりじゃん。まあ、ワンチャンあくび打ってくる可能性あるから、あくび打ってきたらラッキーと思った方がいい、これは。うん。で、ここでカムラの身が発動 !S1 段階アップ。これで3段階アップね。間違いなく誰も俺のことは抜けない。さあ、ここでワンチャンあくび打ってくる可能性ってあるんだよね。うん。まあ、いいでしょう、ここに関しては。うん。ここに関しては別にいいでしょう。さあ、ここで身代わり消えるんだけどね。うん。ここで、ジタバタじゃ。ちょっと微妙いかもな。こらえるしたいな、本来であれば。うん。本来であれば、こらえるしときたい。148ってさ、3、4、7、28。あ、これ、偶数になってるわ。みんなこれ、HP 偶数になってる。うん。これ、ダメね。絶対にやっちゃダメだよ、これ。HP。うん。こういうことやるから怒られるんだよな、俺。ちょ、わかるよ。ここ怒られる。ちょ、失敗したらまずい。これ、ここがあくびされてるすごいまずい。ちょ、みんなここ、奇数にして。奇数にしたらもう一回身軽出る。ナイス。さあ、ここで耐えるわけじゃん。耐えるわけじゃん。うん。アマージョ攻撃耐えるわけじゃん。ここで俺が撃つのはノーマルテラスタルジタバタ威力300。間違いなく落とせる。行こうか。合点承知。才能かよ。ノーマルとノーマルが混じり合うとき、ダークルアバロニエさん闇と光の混合遺伝子を二重から螺旋へと本のページのように動かした。物語は闇のページ。行こう、ノーマルテラスタル。お?どうぞ。さあ、このジタバタは、まあ、耐えきらんやろうね。皆さんご一緒に、ボンボヤシ。これよ。これがしたかったよ、みんな。わかる?これが最強なの。しかも、女王の威厳。うん、もしくは王子の威厳。これ、神速、打てません、相手。さあ、君にどれぐらい入るか楽しみだ。マルチスケール改良。どれ、あれ?頭悪い。ポケモンやり直せ、アカレットから。おめ、ザコが。俺で勝てねえんだ、これ。
さあ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 、新速打ってしまったあなたはもう終わり。ここはもうジタバタ連発しや。3立てあんぞ、3立てあんぞ。HP を偶数にしてみんなにバカにされてる。みんなにバカにされるコメント欄になるのなんて分かってる。だけどな、俺はここでジタバタを入れねえと未来をつなげねえ。行こうか、皆さんご一緒に、ボンボヤシ。つえ。普通につえ。さあ、アマージュ、これ、羽ばたく神来るんですけど、ま、さすがに草分け圏内だろ、こんなもん。おめえは S、防御指数雑魚だろうが。ここは草分けじゃ、これが俺よ。元ジャニーズジュニア、平成ジャンプの12人目。さあさあ、ついに最終戦に舞い降りようとしたんですけど、相手は緑色がすごいかな。3体ぐらい緑。まあ、カイル含めて4色ぐらいいますかね。カラフルな地獄見せてよ。ということで、これ多分元トカゲから来ると思うんだよね。制限には悪いけど。元トカゲが安定ちゃうか。これゴーストタイプおらんの！ゴーストタイプがおらんの。なあみんな、これ持ってっていい？これ世界変えていいか？変わるぞ世界。分かっとんだろみんな。世界が変わる瞬間のアート。何言ったのこれ。そこミミッキュじゃん。これで行く。さあさあ、おめえのサンダルごと足踏みつぶしてやろうかなと思うね。元トカゲから来る。これ尻尾切り安定なんだよね。どうせ尻尾切りなんや、こんなもん。さあさあ、ここなんだけど、尻尾切り正直打てないと思ってますよ。まあ、タスキだったら全然打てると思うんだけど。あ、てかさ、俺さ、偉いだろ。見てこれ。ちゃんと俺、奇数にしてきました。偉いでしょ。だから僕のこと叩くのやめてください。僕のこと叩くのやめてください。メンファス、しょうもねえか。さあ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 、俺はなんかスカーフっぽいかな、動きが。ちょっと早いっすね。すごい早いっすね。でもゴーストいなかったらもう俺のもんだろう、こんなもん。所詮。さあ、パルビルアル。え？嘘でしょ？ちょっと待って。俺落とされると思ってんのこれ。え、それ侵害だわ。水寺のアクアステップで落とすってことか。ミミッキー許してな。別に。無法やな。ちょっと侵害っすよね、これ。さすがに。画角ミミックいるからね。別に、これと言ってって感じなんだよな。ここに関してはまず上取ってるからね。いいダメ入る。さあ、これ特攻1段階ではあんまり関係ないんですけど、ここアクアセットでしょ？分かってるよ。ミミッキーいるからな。別に、地震過剰だ。別に、2回打てるからね、ミミッキー。言ってしまうと。ここも、はばかみ落とします。あ、アクアジェット持ってんだ。はい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 。で、こう地震過剰で上がっていくみたいな感じだよね。アクアジェット持ちのウェーニバルというか、パンニバル。で、ここはもうミミッキュ出して、勝ちに行ってよくねえか。打点ないっていうか、こう、じゃれで落ちると思うよ。この体力。言っちゃ悪いけど。じゃれ圏内なんだよね。こんなもん。変えるしかないと思うよ。さあ、アクアジェットで、化けの皮だけ落としに来た感じっすかね。この感覚は。俺にはわかるよ。間違いなくそういう感覚してる。まあ落ちるでしょうね。いや、その戦法ちょっと甘くない？俺様に対して。元暴走族の俺に対して。ちょっと甘いんじゃないか。さあ、ここで出してくるのが罪アタッカーじゃなかったら、ソロボチャーマージョの出番ではないかな。
まあ、相手ゴーストテラスもできないから、まあ、正直勝ちだと思うんだよね。あ、クエパがいるんか。うん、なるほどね。クエパは一応いると。で、ここ守るからどうせ入ってくると思うんで、ここ剣お願いします。所詮守る、うん、だよね。さあ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 、ここは剣の前からしっかりと対面作っていきたい状況で、ここ多分バトンタッチしようとしてるか、まあどうにか戦おうとしてるかちょっとわかんないんだけど、とりあえずここは鍵打ち一択っすね。うん、テラ切ってるんで問題ないです。さあ鍵打ち抜群で、まあ助けまでは削れるんじゃない。あ、もう雑魚じゃんおめえ。おいおい、アマージョの活躍今日一戦だけかおめえら、これまずいぞ。あ、スカーフなら、あ、これ上取ってるかもしれない。俺先生技ねえかんな。これ負けた。これ負けた、みんな。先生技がない。あー、ちょっと待って、これどうする。ドレンパンチ打つか。これもう負けたわ。あ、お前は、ま、これが本当の最終戦になりますかね。うん。もう、これ本当。うん。信じてみんな。これ以上のものはありません。もう絶対に、もう本当です、これは。はい。っていうことで、まあ、やっていきたいと思ってますけど、まあ、うん、助けだけ削りたいっすね。うん、まあ、偉大な牙かマスカーニャ、うん、まあ、安定かな、来るなら。うん。っていう感覚かな、ここは。うん、ちょっと難しい展開かなとも思うけど、あんま難しくないかもしれない。うん、俺攻めれるんじゃない？俺はやりてえだけここやろうかな。偉大な牙から入ってきても、ジタバタで落ちねえかな。偉大な牙防御たけんだよな。うん、防御めちゃんこだけんだよな。そこは注意が必要なの。ステロワーク一匹でも入れといた方が良かったかもしれないっすね。うん、言ってしまうと。うん。まあ、ここは海流ですね。じゃあこれでいこうか。お前最後出させてくれんかったらマジギレすっかな。行こう。もうね、ランクマやってる人全員が、画角のこと考えないといけないんだよ。今の時期って。そうでしょ。うん。人のことを考えられないプレイヤーになったらダメ。うん。アマージョを出させてあげよう。そういうね、思考回路してないと、この先通用しないですよ。うん。ここはもう畑落とすと消費してるんだよ、これじゃ。危な。あ、待って、これまずい。は。ゴースト？まずいな、これ。ちょっと、海流出して、いや、寺は切りたくないなぁ。てか、マスカン展開、羽ばたかみなんて、勝てるわけねえじゃん。今思ったけど。うん。何やったの、俺。まあ、これも自信っすね、トリマ。アイスカーフやな、おめぇ。ノーマル寺警戒だろ、これ。アーマーガーか、問題ない。うん。これ、受け出しさせねえからね、言っとくけど。お前分かってねえよ。ここ鉄壁かトンボかでしょ？トンボ帰りだろう。うん、お前分かってない。うちの帰り舐めすぎ。両刀でーす。これ刺さるよねー。撃ってきたわ、普通に。なんだこいつ。普通に撃ってきやがったわ。両刀帰りってめっちゃんこ刺さるよなー。で、こう裏引けないっすよ、相手目線。うん、マスカーには引けないっしょ、ダイモンジュ打たれてって。いや、お前すげえなー、その選択肢。よ、引けたわ。さあ、ヌメルゴン。いや、お前、流星群撃たれてたらきつかったぞ。これ、特防たけんだわ、こいつ。うん。あんま有名じゃねえけど。特防たけんだ。いや、もういけるだろ。あー、じゃあ、マスカーナ、助けだから、マスカーナだけちょっと削りたいな。ね。うん。マスカーナ、ちょっと削らせてくれないかな。もうここでカイル落としても別にいいんだけど、削りたい。ただそれだけ。私は削りたい。ここはもう流星ぶっぱ。いいよ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 。おめえが攻撃するってことは、そういうことだ。で、これ装飾なんで、草の技入んなかったはずなんですよ、確か。なんで、ここはもう一気に落としましょう。で、ここ、こらえる見せると、ちょっと微妙かもしんないんだけど、うん、まあ、こらえる見せるしかないかな。
一応マスカヤ抜けるんすよ、カムラ一発で。うん、もうこらえるっすね、ここは。冷凍ビームとかそこら辺打ってくれるとすごいありがたいんだけど、特防が2段階下がってるから。なんだお前マジで。ちょっともうちょっと頑張れもうちょっと頑張れ本当に。これ身軽打つわ、自ら持っていくわ。こんなプレイヤーで付き合ってたら疲れる。うん、自ら持っていきます。おっしゃ、持っとんかい、最初から打たんかいおめえ。最初から打って青。問題はマスカーニャがタスキかタスキじゃないかとか、そこら辺じゃないか、言ってしまっても。うん、まあスカーフだと思うんだよな。っていうことは、ま、スカーフマスカーニャだったら大丈夫、草分けしないと負けるな、ゴーゴー。言っても、うん、言っても負けるな。それが身代わり置きっぱで戦うかやな。あー、難しいな、すごく難しいな。まあ畑落とすぐらいしか打点なさそうだけどね、あいつ。いや、どうしよう、身代わり一発出して、もっかい出して、ちょっと微妙かもしんないこれ。うん、鉢巻きだったらいいね。ここちょっと勝負どころだな、まあ、動画的には。うん、いい感じ。さあ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 、ここはね、こらえる一択なんだよね。うん、こらえる一択。さあ、ここでアマージョこらえるで、カムラのみ発動するんで、S に関しては、まあいい感じで取っていけない。ここでやけど引いてしまうと、面白くない展開になるよね。危ない危ない。っていうことで、ここはカムラのみ発動させて、マスカーニャ、素のマスカーニャなら抜いてるんだけど、これはあの、勝ち筋ハチマキマスカーニャだけだね。うん、言ってしまっても。ごめんね、みんな。あと、草分けできたらいいかな、ぐらい。ピンチ行こう。合点承知、才能解放。ノーマルとノーマルが混じり合うとき、すべての濁流は日本海域を積み込み、日本の奥底マリアナ海峡、俺が目指す海の舞台。行こう、ノーマルテラスタルオーナー。さあ、威力300、ジタバタ、間違いなく耐えない、こいつは。皆さんご一緒に、ボンボヤシ。ヌメルゴンは、特防高いですけど、防具に関してはちょっとペラメかなーっていうイメージなんで、ここに関しては全く問題ない。そして、お前なんよね。問題は、ここ、不意打ちしてくれるとありがたいんですけど、不意打ちも確か、入らんよね。あ、スカーフだった。はい、皆さん、今回の動画いかがでしたでしょうか。うん、俺的にはかなり面白いギミックっていうか、うん、ハマれば強いのかなと思ったぐらいかな。うん、まあ、みんなもね、使ってみてはいかがでしょうか。まあ、上位に食い込むぐらいにはならないと思うんだけど、まあ、意表をつけるかなと思ってます。まあ、正直言うと面白かった。うん、普通に面白かったんで、あり。うん。ということで、対戦動画とかいろいろ上がってるんで、対戦動画、チャンネル登録の方を忘れなくて、では次の動画で、バイバイ。